こんにちは、田中玲子です。今回は冬に特に起こりやすい混合炎症肌です。混合炎症肌っていうのは普通の乾燥で炎症起こるよりももっとひどくなったり、毛細血管の拡充したりして赤み、それから炎症、ブツブツ、全部混ざったような炎症だと思ってください。まずは言って乾燥は起こりやすいんですよ。それと同時にですね、うちのお客様で多いのが更年期を迎えた途端に敏感肌の方が主鎖にまでなる方が多いんですよ。主鎖っていうのはちょっとお客様の肌を見せますけど、こんな感じです。これが主鎖まで起こした炎症肌です。この形で少し敏感の人がですね、乾燥とそれからちょっと刺激を強いものをこすったり、洗顔料強いものを使ったりとか、それと同時にですね、更年期っていうのはどうしてもホットフラッシュだとかホテリっていうのがよくね、聞くと思うんですけど、毛細血管がそれだけでも拡充して本当に毛細血管が炎症起こってわーって広がってるんですよ。そういう時っていうのは余計に敏感になっている時、それが乾燥も加わる、刺激も加わる、それで本当にひどい炎症肌、ザラザラ、ヒリヒリ、赤みで、ひどくなると主鎖までっていう形になります。だからこれを起こさないようにする、まず絶対強い洗顔でこすらない。何しろ肌がすりむいた時なんか皆さんこすらないじゃないですか。すりむいて痛い時はそれと同じように、ね、炎症起こってる時はすりむいた状態だと思ってください。だから絶対にこすらない、もう軽くバシャバシャってぬるま湯ぐらいで洗う感じで十分です。でもどうしてもファンデーションするとか、まあね、外出してどうしても少し洗いたいっていう時はですね、このスキンローションをですね、こういう形でコットンにほらビシャビシャビシャって含ませます。こんな感じで垂れるぐらいビシャビシャにして、これを置いていいですか、ほらこう撫でるだけ、絶対に撫でるだけ、こすっちゃダメ、ね、コットンが皮膚の上ほらスーッと滑るだけ、このくらいにしてほしいんですよ。このくらいで十分で、これをした後に、ね、お湯でバシャバシャ、ぬるま湯で洗う。でそしたらですね、絶対に本当にひどい炎症になったら、できたらプラセンタを少しでいいですから、そこの場所にプラセンタを、はい、ね、1滴2滴垂らして、こういう形で押さえる時も10じゃなくていいの、軽く軽く、炎症起こってすりむいてるんですよ。いい、すりむいてる肌にはこういう形でそーっとそーっと触ってあげるので、プラセンタはこれをこういう形で触っても吸収されて、ここに入ってる乳酸菌生成キスとでプラセンタの働きで修復しながら本当に再生してくれるから、本当に収まってくれるんですよ。そしてですね、外界からの刺激を受けやすい、そのために一つガードするんですよ。一つ膜を作ってあげるわけ。これパーフェクトベルですけど、本当にそれをガードするのには最高に刺激がなくてガードできます。これもほら押さえるだけ、これやって押さえるだけなんですよ。本当にしばらくは2日ぐらいはこうやって炎症起こっちゃったら購入してくださるのが一番いいんですよ。で実際にいいですか、この方がこれ分かりますかね、ビフォーアなんですよ。でこれを本当にケアした、これケアしたここまで本当にすぐになりました。だから皆さん本当に炎症は早めに抑えることが大切、まずは炎症を起こさせない、でも起きたら本当に早め早めの本当に手入れが大切です。炎症を起こしたってことはいいですか、今言ったようにすりむいた状態、外界からの刺激が入りやすい、紫外線も入りやすい、そうするとそれがいわゆる老化のもと、シワ、それからたるみ、それからシミまで作ります。ですから本当に皆さん炎症は起こさないようにしてください。起こしたらできるだけ早くに本当にやってくださいね。だから何しろこすりすぎないことは皆さん本当に注意してくださいね。でこれからの本当に乾燥を防いで元気な肌、綺麗な肌でいてくださいね。チャンネル登録してね。